なんか焼津テレビ久々、この間収録だったかな。OK、じゃあ。はい、ちょっと待って。あ、もういいですか ?2 分前だけど。あ、いいですよ、いいですよ。いいんですか早めに、じゃあ。では、こんばんは。松坂恵子です。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。から、え、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。カラーセラピスト界の松坂慶子こと親父ギャグカラーセラピストの氏家のり子です。今晩もありがとうございマンモス。今ちょっと親指がちょっと入りました。若干鼻にありがとうございます。月曜夕方5時半は氏家のり子の親父ギャグでブレイクタイム。イエーイ。引っ張りました、引っ張りました。ちょっとなんか久々なんですよね。北海道生まれのどさんこの私宇治江のり子が静岡でご活躍されているゲストさんをお招きして、ご活躍を親父ギャグをちょいちょい入れながらですね、話の腰をぐいぐい折りながら、面白楽しくご紹介する番組です。番組の最後まで見てくださった方に、素敵な特典がございますので最後まで、ご覧くださいませよろしくお願いいたします。はい、で今日のですね、あ、そうだ、それでですね、先週ですね、皆さんちょっとお礼をちょっと先にすみません。先週の6月29日30日の金曜日と土曜日ですね、大人女性の贅沢イベントということで第5回を開催させていただきまして、ね、今日こちらにいらっしゃる方にもお越しいただきまして、たくさんの方に、はい、ありがとうございます。皆さんお越しいただきまして楽しんで行ってくださいまして本当ありがとうございました。またね、来年も日を改めまして第6回も開催予定ですので、お楽しみにお待ちください。皆さんいろいろ告知とかご協力くださいましてありがとうございました。はい、ということで、では今日のねゲストさんなんですけども、なんと今日ね三島から来てくださってます。三島からね、すごい遠いところからね。あ、いいですか。あ、ちょっと待ってよ。あ、ちょっと待ってよ。三島から来ても来てくださってます。ごめんね、寸止めでね。はい、大人磨きサロン主催の、服部ゆかりさんにお越しいただいてます。で、見るからに大人女性の可愛さと美しさの、ね、両方を持つゆかりさんなんですけども、なんか3つのツールでね、大人女性をキラキラ輝くお手伝いを、ね、しているサロンの主催をされています。ということで、もうね早速すいませんお待ちいただいてますので、じゃあゆかりさんどうぞお入りください。イエーイ、ありがとうございます。よろしくお願いします。三島から、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ早速ね、ゆかりさんにじゃあ自己紹介をちょっと、はい、簡単にちょっとサロン名と名前ちょっとよろしいですかね。はい。はいはい、大人磨きサロンフェリピエを主催しています、はい、服部ゆかりと申します。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、服部ゆかりさん。美しいよね。可愛さと美しさを、ね、両方持つっていうね。いやいや、先生には及びません。いや、その私に勝とうなんてそんな。そうですよね。松坂慶子さんには。なってね。とか言って。いや、でもね。なんか見えない女の火花が見えました今。バチバチ。バチバチね。ありがとうございます、はい、ね。三島から今日お越しいただきました、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日どんな風にして来られたんですか。あ、今日新幹線で。新幹線で？はい。あれも新幹線で。静岡に乗り換えて来ました。うん、焼津に迷わずに来れました、はい、ちょっと初めて焼津に降り立ったので、悩みました。悩ましたよかった、うん、焼津駅からここまでも迷わずにちょっと悩みました。素晴らしい。でもね、素晴らしいですね、ちゃんと来れてよかったです。はい、ね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、では早速なんですけどね、はい、なんかこうね、ゆかりさんもご自身がもうすごくね美しくて可愛らしさがあるから、やっぱりねこういう女性になりたいなと思ってね、生徒さんとか、ね、お客様もね、うん、こう自然にこうね集まって、うん、いらっしゃると思うんですけれども、うん、なんかこうね聞くお話によると3つのこうツールを使って大人女性をねこう輝かせる、はい、まあ、輝くお手伝いをされているってことなんですが、3つのツールって、はい、どんなツールなんですかね。はい、まず一つは、はい、ポーセラーツなんですけど、はい、まあ、これは習い事の一つなので、はい、習い事、はい、こういう、はい、わかりますポーセラーツ、はい、あ、じゃあ私真っ白な食器に、はい、これもともとは真っ白な食器なんです。これをこうやって可愛らしく
はい、こんな感じで、はい、可愛いですよね。自分のオリジナルのものを作れる教室をやっています、うん、はい、それがまず一つと、はい、ポーセラーツが、まずポーセラーツと、まず一つと、二つ目は、はい、カラーセラピーをのりこ先生から教えていただき、そうなんです、実はあの生徒さんですね。そうなんです。私の、はい、でもね、あの元々はちゃんとポーセラーツの先生でもねいらっしゃって、はい、そしてカラーセラピーもこう学ばれて、はい、カラーセラピー、二つ目のツールはカラーセラピー、はい、はい、で三つ目のツールは、はい、何でしょうかね。もう一つはあの、はい、パーソナルカラーを、パーソナルカラー、はい、はい、はい、まだこれはちょっとまだ活動をし始めたばかりなので、はいはい、そんなにあの軌道には乗ってないんですけど、はい、最近始めました、ね、最近ね一生懸命勉強されてますよね、はい、で今あれですか、もう少ししたらこうモニターさんお試しでこう募集したりとかされますか。はい、します、しますか、はい、はい、まだそれはこう決まってない感じですか。そうですね。あ、そうですか。じゃあまあその辺の、じゃあそろそろね、じゃあそろそろ、あのポセラーズじゃなくて、パーソナルカラーの方も、うん、あの体験者ね、はい、あの募集する予定ですので、後で、はい、あのゆかりさんのお申し込みのね方法先、はい、お申し込み先ご連絡しますのでお付き合いくださいね、はい、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあまあポセラーズと、うん、じゃあカラーセラピーとパーソナルカラーと、まあ、3つありますけれども、はい、まああのそうですね、順番はまあどの順番でこう3つ、うん、あの始められた順番というのはどんな順番ですかね。うん、とまず初めにポーセラーツをやり始めたんですけど、はいはい、まあ、それはあの6年前に資格を取り始めて、はいはい、で結構あの6年前、はい、うん、資格を取るのにいろいろカリキュラムがあるので、はい、まあ、それをやるのに時間がかかり、はい、まあ、あと妊娠したり出産したりしてたので、はい、そうなんですもんね、はい、お子さんいらっしゃるの、ね、んですよ、びっくりしました最初独身かなと、そうでもお子さん失あ、まあ、差し支えない範囲でいいんですけども、何人いらっしゃるんですか。2人です。2人、はい、何歳と何歳。今あの5歳と、今度4歳になる。あ、5歳と4歳、ね、はい、年子なんですけど、ね、そうなのであの資格を取っている間に、うん、1人産んでもう1人また妊娠してっていう感じで。そうなんですね。でも辞めなかったんですね、その間、ね、辞めなかったですね、うん、はい、まあ、ちょっと通えなかった時期もあったんですけど、うんうん、そうですね、うん、また通い出して資格を取ってっていう感じで、はい、うん、そうなんですね、はい、じゃあ6年もじゃあ資格取られたり始められたのが6年ぐらい前で、はい、ということなんですね、はい、じゃあレッスンとかまあそういったところはどちらでこうやられてるんですか、ゆかりさんのレッスンとか。レッスンは今自宅でやってます、はい、はい、ご自宅で、ご自宅で、はい、自宅のリビングの、はい、リビングでやってます。リビングでね、はい、はい、やられてるんですね。じゃあなんかこう気軽にね、あのね、お家に行ける感じですよね、はい、まあ、ちょっと、まあ、私ね今ちょっと立場上知らないふりして聞いてますけど、まあ、実際あの Facebook とかホームページ、はい、ブログであのちょっとねあの拝見させていただいてるんですけど、すごいねとっても素敵なお家ですよね。いや普通ですよ。いやすごい、ね、違う、あのねあのセレブな人って普通って言うけど、違う全然セレブじゃない。いやセレブですよ、もうねセレブ、私なんかすごい普通ですよ。本当そうかな、私なんか高木ブーだからね、セレブだ。鈍行で来ようか新幹線で来ようか悩んだぐらいですから、うん、本当。いやでもねすごいねセレブ、なんかおしゃれなね、私はもうアパート住まいだから、うん、転勤住まいだから、転勤はないから、ね、だからやっぱり一軒家っていうね、はい、憧れでもね、はい、すごく可愛くねあのしてらっしゃるお家で、はい、すっきりはしてます、うん、はい、ね、すごく素敵なお部屋でやられてますけれども、はいはいはい、じゃあまあその3つの、うん、ね、今じゃあポセラーツと、うん、あすごい、いいかいきなり撮っていた。あ、ポーズ取った方がいいですか。あ、じゃあポーズ、はい、あ、今日も綺麗ですね。なんかカメラマンに撮ってもらった。ちょっとカメラマン撮ったらいいですよ、もうこっちも綺麗。いいですか、もう喋ってても。あ、いいですよ。すごい。じゃあ、あと喋っていきますね、はい。ありがとうございます。そう、まあそんな感じで、じゃあパーソナルカラーとカラーセラピーとポセラーツとありますけども、はい、ちなみになんかこうポーセラーツは、はい、まあ、こうどんなこう楽しみがありますかね。うん、もうあのオリジナルの食器が作れるので。はい、もう自分の、ね、うん、好みに作れるっていうのが最大の楽しみだと思います。私ね今あね、いやゆかりさんがポーセラーツの先生をやられてた知ってたんです。いやもちろん知ってます、うん、知ってるのにさっきすごくこれ今準備してる時にこれ全部こういう風になるのって聞いたよね、しつこいぐらいね。もともとこういうデザインがあって
それでなんか今度模様だけつけたのかなと思ったんですよ。それも全部この縦じわ、うん、あのちびまる子ちゃんの顔の縦線みたいなね、この線も全部これは本当にもともと真っ白なお皿からこんな風に全部入れるっていうね、はい、うん、でこれセンスがすごいよね、うんうん、こういうのを使って、うちわはあるけどセンスはないからさこう笑うところ、笑うところ、笑っちゃった、 ありがとうございます。うちわはないけどセンスは、そうセンスはあるけどうちわがないっちゃうありがとうございます青木さんがセンス、小道具出してきてくれます、ね、こんなポーセラーズをね、はい、これ、まあね、まあ、今見て説明いらないかもしれないけど、うん、あえてちょっとお聞きしますけども、うん、まあ、今度作る楽しみってどんなところですかね。もうなんかこう、うん、転写紙って言うんですけど、うん、転写紙、はい、これを選んでいる時点からも楽しいと思います。 いろんな、うん、今日ちょっと3枚しか持ってこなかったんですけど、うん、すごいたくさんあるので、うもう好きなのから選んでもらって、うん、どこに置こうかなとか考えて、う、ね、うん、まあ、どうしようかなっていう、もう考えてるところがもう楽しいし、うん、うね、もう作ったらお家で普通に使えるので、うんうんうん、もうそれも楽しいし、そう、やって楽しい、使って楽しい、そう、なんかね、そして、まあ、ポーセラツいろんな方ね、あの、はい、やられてるけど、なんかね、ゆかりさんのね、すごいおしゃれなのセンスがいい、あ、センス、ね、センスがいい、センス運の支配にもあのセンス使ってますけど、でこのね、うさぎちゃんが可愛い、見えるかな、このうさぎちゃん可愛いんですよね、ね、可愛い、可愛いが、このね、じゃあこの、ほら、私みたくこうセンスない人でも、うん、ちょっとゆかり先生の、うん、なんかどこにこういう風に置いたりとか、うん、そういうアドバイスもらいながら作れるんですか、ね、もちろんです、はい、安心ですね、はい、やっぱこうセンスのいい人が先生だと安心ですから、うんうん、本当これ可愛い、はい、そう、でまあちょっと私ちょっと個人的な話して申し訳ないですけど、実は先日あの誕生日だったんですね。おめでとうございます。ありがとうございます。そしたら先ほどですね、ゆかりさんからなんとプレゼントいただきます。これ見てください、これ。これ私のマハロ色って私のねサロンのすごいでしょ。で私思わずねこれ作ったのって言っちゃったんですよね。はい、ちゃんと私のこのロゴで。で 字もね、こう模様がほらもともとあるもの、ね、こういう転写紙でこすりつけて作るんですよね、うん、そうですね、あの水に濡らして、うん、水に濡らして、うん、やるんですけど、うん、だからこれ文字なんてないじゃないですか、もともと文字は。そうですね、だからこれどうやってやったんですか、こう、これはカッターでこう、細かい作業ね、ありがとうございます。やりました、とんでもない。これ世界に1個だけなので、ね、そうです、世界に1個だけです。こういうことをできます。いいですね、なんかね、この間もこちょっとまあイベントでね、例えばこうプレゼントで先着3名とかでね、うん、手作りの、うん、なんか大人女性って入ったらこういうカップとかね、プレゼントしてもいいですよ ね、 いいですね。お得ですもんね、プレミアついて、ちょっとしたところに立ってた女性が、あ、そうなんです、あ、いや、あ、違います、違います、ちょっと、あ、違います、残念ながら、はい、ね、でもぜひ次回はぜひぜひ、ね、はい、ご出店いただけたら嬉しいです、はい、なんこんなのも作れちゃうんですよ、うん、そうなんです、ね、なんでもなんでも、ね、なんでも、うん、なね、でも文字もまあちょっと切り抜いたりするのはね、そうですね、あの大変ですけど、まあ、もともと初心者の方はもうこういった転写紙があるので、うん、はい、こういった転写紙で、こういった、ね、柄とかを作ること、具体的にはどうやって作るんですか、これ。もう使いたいのを切ってもらって、うん、お水に浸して、お水に浸して、はい、でちょっとしたらあの剥がれるので、うん、それをペタって貼って、でお水を抜くっていう感じで、その後に、うん、あの専用の電気炉で、あの焼くので、あ、まあ、当日はお持ち帰りできないんですけども、そうすると後日こういうツルンツルンになって、もう絶対取れなくなるので、食洗機とかやっても全然、あ、取れないんですか。はい、物によってはちょっと薄くなってしまうのもあるんですけど、大体大丈夫ですね。すごい、うん、すごいおしゃれ、なんか、ね、買おうかな、できます。私ブランドあんまり疎いんですけど、なんだっけ、よくあるじゃないですか、なんだっけ、のりたけとか、うん、木梨とか、うん、木梨はうんとか、石橋とか、あ、違うか高明とか違う、まあ、でもね、のりたけとか高い食器ね、ありますよね。あ、そう、まあいいや、のりさんとあのなんだっけ、安田成美、はい、そう聞いちゃった、成美とのりたけのなんだかってね、なんかまあどうでもいいか、引き物のなんかそういうね、立派ななんか作った、うん、あ、そうなんだ、ね、らしいでしょ、二人のなんか名前、まあどうでもいい話しちゃったけど、ね、だからじゃあこれは、あとそうか、時間とかはどのぐらいでできるんですか。時間は一応、まあ、うん、作るものにもよるんですけど、レッスン時間は2時間でだいたいやってます、はい、2時間ね、はい、うん、うん、
ぜひ。なんかちょっとすごい、個人的にすごい見とれちゃって、いや、ね、知ってはいたんだけど、改めて見て、すごいな、この、あの、成功度っていうの、ね、ツルツル、ね、すごい、うん、でちゃんとツルツル、あの、デコボコしてないですよね、うん、あ、したあとこういうのもできるの、あ、そうなんです、このフォークは、フォーク、ここの部分が絵の、絵のところつけるので、うん、えーってね、絵のところ、お揃いで、お揃いで、あ、お揃いで、あ、かわ、かわいいですね、あ、これもすごいね、うん、お揃い、これやっぱセンスがいいといいですね、あ、お揃いだったんですね、はい、お揃いです、こんな感じで作れて、はい、まあ、プレゼントでもいいしね、自分でもいいですね、これでケーキ食べたい、なんか、うん、ね、そうです、いいですよね、ケーキ食べて、うん、そしてこれでコーヒー飲みたい、あ、ぜひ、いいですねえ、こんなのも作れちゃうってことで、はい、すごいですね、はい、これちなみにどこでこう体験できますか、はい、あ、これは自宅と、自宅と、はい、あとは、はい、あの、はい、イベントをやるんですけども、はい、イベント、はい、いいです、あ、いいですよ、もちろん、はい、こんな感じで、はい、じゃあ7月の31日に、はい、これは親子でもし参加でしてもらえたら一番いいなと思うんですけど、一人でも大丈夫です、はい、一人でも OK、はい、で沼津市のスタジオルクスさんというところがあるんですけども、はい、そちらであのイベントレッスンをやります、はい、10時半から12時と1時半から3時半の2回に分かれているので、どっちかお好きな方を、なるほど、はい、で、はい、ペア親子一組で、はい、まあ、5000円っていう感じで、はい、もし一人参加の時は、一人参加の場合は3000円で、はい、で、お子さんが一人とか増えるようだったら、はい、まあ、プラス2000円になります、うん、はい、お子さん2人だとプラス2000円になりますよ、はい、ね、と、これどういったものを作れるんですか、あ、これはあの、うん、お茶碗か、はい、うん、お茶碗かマグカップか、うん、このセット、あ、セット、はい、のどれか一つを一人ずつ作れるので、フォークとお皿、はい、迷う ね、 ね、だから迷いますよね、これ迷って2つ大人作りするっていう人います、大人作り、この日はでもどうだろうと、時間的に難しいか、時間的にね、うんうん、できたら別にいいんですけど、うん、まあ、そういう人はまあ10時半からと1時半から、ね、2回来てくれれば2回来てくれれば作れるけどね、そんなスペシャルな人がいれば、すごい、ね、いいですけど、じゃあマグカップか、うん、このお茶碗か、うん、あとこのフォークとお皿のセットね、セットですね、うん、こちらの方を作れるということで、うん、はい、ぜひ沼津市のスタジオルクスさんで開催しますと、はいはい、で1回目が10時半から12時半と、で2回目が10時13時30分から15時30分ですね、はい、で参加費は親子2人1組で5000円ですよと、はい、でお子さんがもう1人増えて2人になるときはプラス2000円になります、はい、で大人の方だけを1人でも可能で、その場合は3000円になりますと、はいはい、でお問い合わせ先は、詳しくは、うん、三島フェリピエさん、はい、で、検索してください、はい、っていうことですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、あ、まあ、こういったレッスン、こういうイベント7月31日火曜日、はい、あ、まあ、ちょっと行けないんだけどっていう人はどうしたらいいですかね、うん、あ、まあ、自宅に、はい、自宅で、はい、三島市になるんですけれども、はい、自宅に来ていただけたらと思います、はい、三島、はい、はい、そちらの方のじゃあお問い合わせも、あ、はい、あ、もう出してますか、ね、もう出してますか、はい、出してますか、ね、はい、あ、もう、はい、こちら、うん、はい、三島のフェリピエさんで検索してください、はいはい、ブログをどうかやってるので、はい、アメブロと、うん、はい、あとインスタとフェイスブックやられてるんですね、はい、から三島フェリピエさんで検索していただければ、うん、はい、何かしら、うん、はい、出てくるのでゆかりさんの、そうだ、うんと、ブログは何ブログ、アメブロです、アメブロで、なんかタイトルってどんなタイトルでしたっけ、ブログのタイトル、あ、タイトル何ですかね、普通のタイトル、なんだっけ、大人磨きサロンフェリピエみたいな、ね、大人磨きサロンフェリピエですよねそうそうそう、大丈夫だ、あのね、ゆかりさんのこの美しい顔がちゃんとあの顔出ししてされてるから、あ、そう、顔で分かるかな、フェイスブックもちゃんとお顔出されてるので、はいはい、あ、この顔を見て、あ、なんかこの顔見てこの顔見てお問い合わせ、はい、お顔見ていただければ、はい、ゆかりさんの得意、はい、あ、得意先じゃない、あの、問い合わせ先になりますので、はい、ぜひぜひお問い合わせください、はい、よろしくお願いします、お願いします、しますということで、はい、ちょっとね、一旦ここで、はい、あ、そっかそっか、あと、そうだ、その前に自宅サロンについてなんですけども、うん、お休みの日とかなんかありますか、お休みの日は基本土日はあまり入れてないんですけど、あ、はい、まあ、要望があればできるので、はい、はいはい、まあ、基本的には平日だけどもご要望があれば土日も開催すると、はい、
ということですね、はい、あと例えばお車で行きたいわっていう方は、うん、駐車場とかはありますか？あります、はい、はい、家の敷地に停められますので、ね、はい、敷地に都会じゃないのいやそうだね、セレブだから、セレブ止めれます、セレブだから、まあ、でもちゃんとお車で行っても駐車場があるので、はいはい、で安心ですね、はい、はい、じゃあまあお友達2人で行ってもいいし、お一人からでもいいですか？全然大丈夫です。大丈夫、はい、いいですね。なんか何かつまらないとね、体験できないっていうこともあると悲しいけどもね、お一人でも頼っていただけると、はいはい、ぜひぜひお問い合わせください。はい、はい、そして、じゃあここでちょっと一旦、はい、のりこのいつもの恒例の、はい、行きたいと思います。じゃん、親父ギャグカラーセラピストのりこのイメージカラータイム、イエーイ、ありがとうございます。勝手にゲストさんを色にイメージしちゃう、イエーイイエーイ。さっきまでいっぱいいたけどなんかいなくなったから寂しく、あれつかちゃんもいたんだけど、 ありがとうございます。つかちゃんもさっき入ってきたけどいなくなっちゃったね。あ、打ち合わせしてるんですね。はい、ありがとうございます。ということで、じゃあゆかりさんの、はい、のりこの勝手なもう妄想のね、はい、イメージカラーです、はい、じゃあドラムロールスタート。ドゥル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 じゃんじゃんじゃんピンクでイエーイイエーイ。そしてね、実はねちょっとね迷ったんだよね。あ、へえ。川崎迷った、マヨは浮気しないよ、マヨはカリアカリアの真似してしまいました。はい、ピンクとちょっと、これクリアですね、うん、この2色なんですけど、うん、まずまあ、まあ、ピンクってまあこのもうゆかりさんのねこの美しい、うんね、可愛らしいなんかもうピンクのイメージしかないね。ピンクばっか持ってたからですよね。あ、そっか、それもあるかな、うん、うん、ね、もちろんそうね、はい、それもあるし、やっぱりその 色のイメージ通りでなんかこうね優しくて なんだろうな、すごい女性らしい。ありがとうございます、はい、なんか私から見てもねなんかこうねカラーの生徒さんでしたけども、なんかね生徒さんに癒される感じ。あ、そう、本当そうだったでしょ。なんかねふわっとして温かい柔らかい気持ちになってね、なんか自分もなんかこう女性らしくなった気持ちになるっていうね。いやいや、うん、本当にありがとうございます。だから敷地に住めるんです。あ、そうね、敷地に住めるでしょ、うん、セレブな敷地って変だったかな、ね、ゆかりさんは、うん、大丈夫大丈夫、うん、変じゃない変じゃない、うん、ゆかりさんはセレブね、私は高木料理で、そんな美しい。でもね、なんかこうちゃんとね、今例えば3つのツールをねちゃんと一つ一つ、はい、カラーセラピーやパーソナルカラーやね、ポーセラーツを一生懸命お勉強されて確実にね、うん、こう自分のなんかすごくね、でもちゃんと芯がしっかりしてるんですよ。ありがとうございます、うん、すごい素敵な。ピンクって可愛らしいけども、まあ男勝りっていう意味もあるんですよ。男っぽいってわけじゃなくて、まあこうなんていうかな、こうかっこいいキャリアウーマン的なね、かっこいい女性、自分の芯をしっかり持ってて、ブレないでねこう進んでいくっていうかね、うんうん、でこうもともとは愛がベースにあって、うん、周りの人にもね愛情を与えていったりとか、で自分自身にもねこう愛を与えていくっていう、受け取る愛と、うん、与える愛っていうね両方の意味があります、はい、まさにこうピンクのイメージですね、うん、あとまあちょっと白と迷ったのは、うん、まあいい加減にしろって意味じゃなくていやって意味じゃなくてね、なんかねこうちょっと純粋な純白なイメージがあったんですよね。あ、嬉しい、うん、なんか裏表ってなくてなんか本当にこう清らかな感じ、うん、ありがとうございます、うん、なんかすごくそんな純粋な女性のイメージもしたんですよね。なんかちょうどこうピンクのね、ピンクと、こんな白いイメージ、うん、嬉しい、ちょっとゆかりさんなんですが、ありがとうございます。すごく嬉しいです。よかったです、ありがとうございます、ありがとうございます、ね、ちょうどねこうだけどね、ポーセハーツのこのピンクのと白い感じと ね、 ねやっぱりそのイメージ通りな感じでした、うん、はい、いかがでしたでしょうかね。はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はいはい、ではねここまで番組を見てくださったあなたに、はい、ありがとうございます。ここまでお付き合いいただきまして、あなた素晴らしい、今日ラッキーですよ、はい、これからなんと、ね、ここまで見てくださったあなたに素敵な特典があります、はい、イエイ、ね、焼津テレビ見たよって言うんでしょ、焼津テレビ見たよって言って、ゆかりさんの、はい、サロンにお申し込みいただくと、はい、なんと、はい、どんな特典がありますか、はい、体験レッスンがあるんですけども、体験レッスン、はい、3000円と、まあ、4000円と2つコースがあるんですけども、はい、そちらをどちらか500円引きで、はい、お、500円引き、はい、500円引きになりますので、マジ、ストッパラ、よかったらぜひいらしてください。500円引き、はい、はい、
ポーセラーツですね。ポーセラーツです。ポーセラーツの体験レッスン、はい、体験レッスン、あのマグカップが一応3000円で、はい、これ2枚とフォーク2つで4000円なので500円になってる、はい、500円じゃない、500円引きです。怖い。危ない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 、たたまったらきするぞ。いやー失礼しました。500円引き、はい、引きになりますので、はい、ぜひゆかりさんのこういったね可愛らしい、うん、あのポセラーツレッスンね、3000円とか、まあ物によって3000円だったり4000円だったりする、ね、はい、これが3000円で、あ、それが3000円、はい、はい、でこっちが、こちら2枚で4000円、はい、あ、2枚で4000円、はい、こちらのレッスンがなんと500円引きになりますので、はい、ぜひね、八重洲テレビ見たよって言わなくてもメールで打ってもいいですからね、もちろんね、うん、見ましたって言ってくれれば、見ましたってね、はい、見てもらえれば、はい、あの500円引きで体験できますので、ぜひぜひ、はい、申し込みください、はいはい、そしてお申し込み先が、はい、こちらですね、はい、はい、うん、三島フェリピエさんで検索、はい、してください、はい、お願いします、はい、ぜひもうあのインターネットで検索していただければ、アメブロとか、うん、インスタとかフェイスブック、何かしらあの引っかかりますので、はい、出てきます。美しいゆかりさんが出てきますので、ね、安心してお申し込みのところポチッとやっていただくと、はいはい、お申し込みできますので、うん、ぜひぜひね、お問い合わせください、はい、でぜひあのゆかりさんのね素敵なあの敷地に車を止めて三島の敷地に、ね、私まだ三島行ったことないんだよね。なんかあ、でもいいところです。そんなにあのまあなんだろう、自然もあるし、ね、なんか長い吊り橋があるんですよ、ね、うん、あ、長い吊り橋あります。スカイウォーク、スカイウォーク、あそこって車で渡れるんですか、はい、あそこ車で渡れないです。歩いて渡る、歩いて渡ります。何分ぐらいかかるんですか。うん、5分ぐらいで渡れるかな。でも天気のいい日は富士山が綺麗に見えますし、あ、本当ですか、はい、じゃあぜひぜひね、あのスカイウォーク渡りがてら、ね、あのゆかりさんのサロンにね、ぜひぜひポーセラーツ作りに行ってみてください。はい、あとね、あのカラーセラピーも体験できるんですね。はい、ぜひカラーセラピーも、ね、はい、のりこ先生から伝授していただいたカラーセラピー頑張ります。ゆかりさんの優しいね、セレブな気持ちになるカラーセラピー、私の受けるとちょっと親父ギャグで笑っちゃうんですけど、あのゆかりさんもセレブだね、優しい子任せた気持ちになるカラーセラピーなので、ぜひぜひね、ポーセラーツと一緒にカラーセラピーをお楽しみいただけ、はい、でポーセラーツやりながら体験してカラーセラピーも受けられるサロンってないので、ゆ、うんうんね、かりさんのとこだけなので、ね、ぜひぜひお問い合わせください、はい、よろしくお願いします、はい、ということで、いよいよもう松本もう終わりの時間なんですけど、いよいよ最後にこれだけは言っておきたいってことありますか。いけましたね、はい、はい、ポーセラーツも楽しいので、はい、ぜひあの作りにいらしてください、はいはい、あとカラーセラピーも癒されるかな、はい、すっきりしますので、はいはい、すっきりしますので、はい、ぜひぜひパーソナルカラーも頑張ります、はいはい、パーソナルカラーもね時期に、はい、あのモニターさん募集しますので、ぜひぜひね、はい、匂い色が分かると、うん、あの服選びに迷わなくなるんですよ、ね、うんうん、自分のね、はい、大体迷うのって色で迷いますから ね、うんうん、なのでぜひぜひね、はい、こちら三島フェリピエさんで検索してください、はいはい、ということでね、今日ありがとうございました、はい、ありがとうございました。じゃあ次の番組は、笑いヨガつかちゃんの癒しタイムです、別名静岡八重洲テレビの草薙剛声がね、声が草薙剛そっくりです、ね、ということでこの後もそのままチャンネルは変えずにそのまま、ね、つかちゃんの癒しタイムをご覧くださいということで、今日のゲストさんは大人みがきサロン主催の服部ゆかりさんにお越しいただきました、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。あ、すごい汗だくでも、ありがとうございました。ありがとうございました。あっという間、はい、撮ってくれてるやつ後でなんか、うん、Facebook でタグ付けして送りますね。ありがとうございました。じゃあまだからどうか、
してそれ。うん。それでやらせて。あ、もうちょこちょこ。あ、いいですね。あ、いいですね。ありがとうございます。もう映ってますか。もうこんな感じで映ってます。で、マイクがこれなんで、あの大きな声で。大きな声で。で、喋るときはあのカメラを見てもらって。はい。うん。なんで聞いてない。でも CM やってるんで。次に CM バナースポンサーがいるかな。